お疲れ様でしたあ、今日も配信は言わないんですね <laughs> 今日も配信、お疲れ様でしたはい、お疲れ様でした <laughs> 原稿通りちょっと元気いっぱいお疲れ様でしたで、ね、始めてみたんですけど今日は、私、サンダイズ娘長女、こんにちはーと、えー、スタッフの鉄平です。よろしくお願いしますお願いします、はい、じゃあ今日はね、この二人で、アシアン TV レイディオということで この番組ではボートレースアシアの予想生配信と連動したラジオ型の番組ということで予想会生配信の番組の裏話だったり時節のお知らせ等形式にとらわれずスタッフさんを交えてお話ししていこうと思います <laughs> <laughs>、はい。お願いします。<laughs> 番組では視聴者の皆様からご意見なども募集しております。アシア TV メンバーへの相談等でも何でも OK ですのでどしどしお送りください。 お送り先はアシアン TV の X で DM で送っていただくか、概要欄に記載してある、e、メールアサトットアジアアットマーク G メールへお願いいたします。はい、またコメント欄に記入していただいても構いません。ということで始まりましたね。はい、今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。せーの、アシアン TV レディオ。ィオ <laughs> このタイミングか。<laughs> ちょっとあのまだちょっとぺんさんと2人は初めてだからあそそううですねそういえばそ<う>前回、僕が2人でやった時はマリエルさんとやったんですけど、はい、まあまあなかなか大変ですよね、2>, うん、2人 2> え。なんでなんでどう大変だったんですかマリエルの時とあと。なんかですね、うん、あのー、マリエルもこうミオちゃんもそうじゃないですか、うん、じっと見てくるんですよ。 あ、可愛すぎるってこといやそういうわけではないそういうわけではないいや <laughs> そううーん、違うこれは違うこ <laughs> れは違う <laughs> なんでなんでなんで <laughs> いやなんかねなんか1対1だとやっぱりあの「演者、うん、さんと一緒にやるの緊張しますよ<で>あ<の>もしかしててっぺいさんってウブウブですよ <laughs> <laughs> いや知らんけど、船券を攻めるまあまあまあ、そんな感じで、なかなか緊張する中、やっていきたいと思いますああああじゃあ緊張感を持って、アシアン TV レディアやっていきたいと思うんですけれども、はいまあ今日は優勝選びということでね、うん、最後は渡辺選手が優勝ということで、渡辺選手、本当におめでとうございましたあまただ、まあ、来ると思ってなかったっす。うん 正正直直思っってななかったですそうなんですすそうんよ逃げるか、それかちょっと吉田選手だの動きだったりとか、井、うん、選手の動きっていうところにちょっととらわれすぎて、うん、渡辺選手が、ね、ノーマークになっちゃったんですけど、完全に自分の中では、永井選手が2コースから行くのか、もしくは3コースに引いて、ダッシュで行くんじゃないかみたいなことを考えてたんですけど、うんうん、そういうところではなかったですね、うん、結果的には。 シンプルでしたねした結果、シンプルに、うんまあ、まくっていっちゃったということで優勝したのも、まあ、かなり久しぶり2年ぶりぐらいかなって言われていたのでいや本当にねもう笑顔にあふれてましたねただね、ね永田選手は悔しかったでしょうねいや石川選手も悔しかったと思いますよまあ石川選手も確かに優勝戦の,あのインタビューでイン取りに,に行きたいって言ってましたからね。 やっぱりなんかあの古賀さんとかも前言ってたんですけど石川さんが足ですごく調子が悪いとなんか足ではなんか勝てんよねみたいな話をしてたんですよ。でインタビューを聞いてたらやっぱりご自身もその何て言うんですかねイメージがあったそのイメージを払拭するためにここで優勝したいみたいな感じの話をされてたのでやっぱり。 気合は入ってたと思うんでですね、これからもまた芦屋の方、うあの石川選手はたくさん来てくれると思うので。そうですね。はい、まあ次はね、ぜひ優勝目指して、いい走り見せてほしいですね。はい、あとあれですよ。うん、サンライズ z 戦ですよ。z 戦ですよ、ね。マジで、マジでちょっと最近当たらないというか、視聴者さんも含めて。<laughs> う,んう,んうん、うん。まあキャンペーンやってますけど、過去最高の三十オーバーっていうですね。出ましたよね。三十七人まで溜まっていて、四名様に。 プレゼントできたっていう感じだったんですけどですね、はい。また次節大量に繰り越して始まるので。うん、はい、次節はこの五連単キャンペーンの当選人数をぜひゼロにですね、うん、できるように。そうですね。はい、当てていきたいですね。ええー、もうぜひご応募の方からお願いしたいと思います。うん、あと、その回収率です。まあ、現状独走の一位ということで。ありがとうございます。はい。いい感じで。ということでいいでしょうか。いやいや、まだまだですよ。<laughs> だと狙ってる子たちがいますすから <laughs> そうですよね、うん、もう本当はるかちゃんに関しては大きいところで一発逆転してやろうみたいな勢いを感じますしす、ねうん、マリエルはねコツコツやっぱり1位を取ろうみたいなうですね感じるのでま、ねうん、まだまだ油断はできない結局あの美、ー、穂 <laughs> ちゃんがちょっとずつマリエルに近づいていってはいるんですよ。うん まあ正直ちょっとマリエルとはるかちゃんが一本ちょっと大きいの今の買い方で取ったらちょっと分からないところもあるなとは個人的にはそうですね、うん、でも正直本当にじわじわ近づいてきてると思うんですけど、うん、本当にもう近づいて危ないという時に優勝てってれみたいな,な多分あと「サンライズ」の配信が7月に入って10回あるかなっていう感じなので多分一人一人に直したら本当あと会って3回4回ぐらい。 になってくるのでこのまま美穂ちゃんがね80%ぐらいをキープしたら結構優勝は見えちゃう気もしますけどねずっと1位でしたねでもいやあのランキングの画像一回もこう入れ替えてないそうですよねみんなずっとそのままのランキングでしてるっていうところちなみにその優勝したらこれしたいとか希望ってあります 好きなも解放同盟ツアーイエーイみたいなやつ開いてほしい <laughs> なるほど、うん、それはあれですか、うん、番組の費用であそうそうそうあなるほどそ<う>わかわいい洋服とかメイクドークとか買ってそれを身にまとって時節出るみたいな感じでなんかこうなんかこう芦屋、うん、さんのこととか視聴者さんにつながるようなものではないですか なんかこう配信がさらに華やかになるみたいな。<laughs> 私が可愛くなったらみんな嬉しいでしょうみたいな。まあそうかな。<laughs> <laughs> えそのご褒美がいい今欲しいのいっぱいある。<laughs> この前お誕生日だったんですよ。はい。だからいくつになったんでしたっけ？何なんで笑ってるんですか？いや何な,なん何。何何いやいや,いやあの <laughs> ないくつになったんですか？プルルル <笑><笑>そうですか。<laughs> なるほど。そうですね。うん、みんななんどんなことがいいんですかね。ご褒美ってその物的なものでもいいんですけど、普段できない体験だったりとか、うーんなんかそういったことをアシアン TV 全面協力でなんか叶えてあげたいとか。うん、分かった。<ん>マリンテラスアシアに泊まりたい。そこで美味しいご飯を食べたりとか。 綺麗なお部屋に泊まったりとか、そこで撮影会をしたりする。え、どんな感じなのなんかこのオーシャンビューの時に行けたら、すごいいいのかなと。うん、その綺麗なとこに泊まるとか、うん、そういう経験、体験。はい,はいはいはい。でもいいかなって思ったりしてます。そうですね、非日常、うん、非日常的な体験をしたいってことですね。そう。はい。<laughs> じゃあ、逆にね。うん。その。チームの人から、三位の人に何か言えるとしたら。これやってっていうのはあります。うん、山登りましょう。なるほど。 それ <laughs> はるかちゃんが最下位に <laughs> 全部の山制覇したらいいと思うね。<laughs> 全部の今今日はここ今日はここみたいな感じで一回じゃないの <laughs> そうそうそういろんな山制覇してみたいな絶対はるかちゃん見てたらさ、うん、余計なこと言うなやみたいな感じになってると思うよ、うん、なんか山キャラみたいなこ,これで多分っ登ったし一回 ご褒美やったりとか最下位の人に対することとかもうん、うん、おそらくまああの7月末この企画が終わったらいろいろ決めていくことになると思うのでうん、うん、またそういったあの決める打ち合わせとかもラジオ使っっててやれたらいいなとは思ってるんですよ視聴者さんから、ままあ、ねそれを募集するかどうかは別として。うん うん、まあ募集したら、すっごいのきそうですけどね。<laughs> あ、でも募集してみたいですね。あ、どんなのがあるか。なるほど、なるほど、そうですね。うん、うん、まあちょっと実現するかどうかは別として、なんかそういった娘にしてほしいこととか。うん、うん、なんかそういうのがあればね、ぜひぜひ、うん、あのメールでも、DM でもいただけると、ありがたいなと思います。ね、ちょっと、いっぱい送ってほしいですね。そうですね。うん、<laughs> 今日いっぱい届いてるんですかね、ちなみに。 じゃあそれではじゃあちょっとお便り届いているのでお願いしますはいじゃあラジオネームドラヘビさん、うん、いつもありがとうございますありがとうございますスタッフさんみほさんこんにちはこんにちは十二レス配信お疲れ様でしたお疲れ様ですサンライズ娘三姉妹の長女で定着しているみほさんですが、うん、オーディションはあったのですか何もなくすんなり決まったんですか教えてくださいとのことですどういう始まりだったかななんか気づいたら 一、うん、人で生配信やってくださいっていう感じで初めて一人でみたいな感じからもスタートしてで最初は娘って形じゃなかったんですけど気づいたらんかサンライズ娘って名前がついていってああそうだった気がするでそれをなんか名乗り出した感じ最初普通にねはる、あのー、かさんとかみおちゃん、うん、普通に配信しタレントファンとしてて,して,て、うん、途中でこう。 サンライズ娘っていうグループを作ったような感じですよね。そそそうううでですすだった、ね、なんかマリエールが来てからサンライズ娘、うん、になったような気もするけどまあでもサンライズ娘、うん、っていうものができて今企画で「サンライズ5」とか芦屋、うん、アアさんでやってる「サンライズレース」とか、うん、まあそういった企画に合ってていいですよね、うん、そうですね。うん 本当にサンライズ戦を予想してるから、そこからサンライズ娘にいつの間にかなっちゃってたみたいな感じです。軽。ということらしいです、<laughs> ドラヘビさん。採決ううです。<laughs> はい。じゃあ次のお便りいきたいと思います。お願いします。はい、えー。これはですね、ユーチューブのコメント欄からラジオネームはないんですけど、うんえー、いきます。えー、最近は一着先生が出るとついつい見てしまいます。うん、質問なんですが、ドラヘビさんと出演者さんのコーナーなのかと思ってました。 <laughs> もし仮に質問する場合はラジオネームはみんなドラヘビさんにした方がよろしいよいのでしょうか <laughs>、うん、しなくていいよ全然そドラヘビさん以外からもねも,も,も,もちろんドラヘビさんはずっと、ね、お便りいただけるととても嬉しいですしうです、ねうん、ドラヘビさんはもうちょっと義務的なところがありますね、うん、毎回送ってくださいもっともっとねたくさんお便り欲しいので名前はもう何でも OK。オッケー あ、全然全然,全然、ね、そのラジオネームなのでオッケーな,、OK、なので、はい、送っていただけるととっても嬉しいですはい、たくさんくださいそ<う>相談とかあったら嬉しいですよねそうそう、うん、あのー、うん、メンバーとかスタッフの間でも言ってたんですけど、うん、なんか相談っぽいの欲しいなって私相談するの大好きだからそうそうそう、みんなでも何に悩んでるんだろうなってところがわかんないからちょっとそれを聞かせてもらえたら嬉しいなって思いました美穂ちゃんは悩んでることとかないですか悩んでることはい えー、最近お肌が乾燥するとかかな <laughs> お肌が相談するんですけど、はい、あちあお肌が乾燥するんですけど、はい、霧吹きとかどう 霧吹きで顔をシュ,シュ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 ってずっとし続けるとか私植物みたいになってません男に聞く話じゃないんですって気にしたことないですもん肌のこととかただもうあの、うん、多分あの演者さんみんなそれぞれに得意なジャンルがあると思うんでマリエルさんもあの全然ばっさり着るような恋愛,恋愛相談とか人生相談とか欲しいなって言ってたんでなんか相談とかねあれば。 私は人間関係恋愛美容の相談だったら結構いいご回答ができるかなと思うんでよかったらそういうお悩みがねある方はぜひぜひアシャン TV レイリオに送っていただけるとすっきりするかもしれないので。<laughs> <laughs> というわけでたくさんのお便りお待ちしておりますのでぜひよろしくお願いします。お願いします、はい、じゃあ 事実なんですが、事実は7月2日から始まりますね。えー、今回のですね、日本未来プロジェクト競争インアジア、うんえー、男女混合戦になっております。はい。はい、で、女子選手もたくさん出られるんですけど。うん。あ。今、リフトを見て。うん。一人の女子選手に目が止まってしまいました。お、うん、一番下、一番下。あ、琴音さんですか。<laughs> <laughs> 琴音ちゃん来てます。 ねえもう本当、大人気ですもんね、はい、でも結構、女子の選手強めじゃないですか、うん、西橋選手、海、ね、野選手もいらっしゃいますし、注目選手って、はい、徹平さんいますかそうですね、今回、まあ、A1 の選手とか、まあ、女子選手、来られるんですけど、その中でも注目している選手、うんえー、まずは中村選手。う そうですね。もう髪型とかも特徴的でうん、うん、写真とか見たら一発でわかるんでですね。そうです、ね、はい、あと福来選手はい。あと西野翔太選手。うん、この辺りの選手っていうのは、やっぱりちょっと船券絡み的な部分でもう,ん、うん。ちょっと個人的には注目してるかなっていうところですね。うん、あとは琴音チャンス。<laughs> もうメロメロになってるじゃないですか。<laughs> <laughs> とりあえずね。はい、ここは押さえておこうかなと思いますね。 あと増田選手も結構芦屋に来られるイメージありますかねありますよね、赤坂選手もいらっしゃる、あと中島選手も結構、船圏に絡むから施設も狙っっててみたいなって、はい、まあ当然、福岡支部の選手もたくさん出るのでですね増田選手であったりとか鶴田選手だったり、うんうん、先ほど自分が言ってた上里選手だったり。うん、うんはい あのこういった福岡支部の選手にもね、たくさん優勝戦に乗ってもらえるように頑張ってもらいたい、うん、もらいたいなと思います。そうですね、はい、応援しましょう。はい、ということで、本日はここまでとなります。また次節お会いしましょう。せーの、あしらで遊べ。あそべ。ありがとうございました。ありがとうございました。